どうも、どうも、こんにちは、こたたです。ポケモンアニメで発表、サトシのポケモンが配布、その第2回目です。第2回目は、初代から人気の海流さんです。それでは、早速受け取っていきましょう。最近毎度おなじみのソードバージョンです。早速不思議な贈り物やりましょう。よしよし、入力完了。おお、サトシの海流。はい、サトシの海流受け取り完了です。それでは能力などを見ていきましょう。モンスターボール入り、レベル80、親はちゃんとサトシ。能力はこんな感じ。個体値、3V3U、特性は、精神力。覚えてる技はこれらです。なかなか良い感じ。ほんで、陽気な性格、ポケアニで運命的な出会い、見えっぱり。お、リボンも持っていますね。クラシックリボンです。いかがだったでしょうか？海流本当に可愛いですね。ただ、受け取り期間は、2022年8月26日金曜日から、2022年9月8日木曜日。わずか約13日程度しかないので、お早めに受け取りましょう。あ、もう一度シリアルコードのおさらいです。はい、皆さんもぜひ、サトシの海流ゲットしてください。あ、チャンネル登録や高評価もぜひお願いします。それでは、みんなも海流ゲットで、大丈夫。頼みます、頼みます、チャンネル登録よろしくです。